はい、ブライスキャニオン、キャニオン、ブライスキャニオン、キャニオン、キャニオン、カンカンペ、ブライスキャニオン、英語の発音でした。ずる。に入りました。通り道にあのビューイングポイントがいくつかもあるから、それを全部見よう。とりあえず一番奥まで。そうだね、あの一番奥まで行って、それで戻り道に一個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 を見に行こうかなと思った。そうだね。雪がすごい。すごくないこれ。ちょっと見せる。両サイドにもう雪の山みたいになってる。ここもう普通に真冬って感じだけど、ハイキングするかどうかは後で決める。そう、ハイキングスポットもね何個かあるから、ちょっとね一歩ぐらい歩いてみたいなと思います。ね、行きましょう。行きましょう。今ね、車止めて早く電解レナを閉じ込めました。ということでね、今ね、着いたわ。危ない死なないと。すごい綺麗だね。あと、昨日のザイオンと全然違うね。そう、俺もね、今それずっと思ってた。近いのに同じエリア、同じプラトーにあるのに、こう出来上がった地形が全然違うよね。形とか全然違うね。しかも今さ、雪が積もってるからさ、またこっちは白銀の世界で全然違う雰囲気がある。おい、飽きてんじゃねえぞ。もういいか、行きますか。終わりでいいですか。ちなみにね、ブライスキャニオンね、トレッキングレールがね何個かあるんだけど、冬はねほとんどクローズしてます。こういう風にねクローズって書いてあって、まあ冬に来る人はねトレッキングがちょっとできない。でも綺麗。けどビューイングポイントは車で何個か行けるから、めっちゃめっちゃ綺麗。そう、でかくないカラス。いや、with me。アメリカの人はさデブが多いけど、カラスもデブなんだね。めっちゃでかい。ちょっとカメラ、ちょっとレナ隣に立って。やだ、隣に立たないと大きさが分かんない。でもあれで殺されるかもしれない。見て、こんなでかっ、マジでやっば。あらら、道がクローズしてる。本当だ、 Road closed。 じゃあ行けないんじゃない。帰ろう。おはようございます。まぶしい、めちゃめちゃまぶしいな。そしてなんもない、家の周りになんもない、この家しかない。すごくない景色、あんな感じね。なんもないけど絶景しかない。すごいでしょ。はい、今ねホースシューベントっていうところに来ました。ちょっと名前でよくわかんないっていう人もいるかもしれないけど、多分景色見たら、あ、これねってわかるから、ちょっと待ってね。はい、これです。すごくない。やばくね。落ちたら死ぬよ。そう、今ね柵とか何もないからギリギリまで今来てんだけど、落ちたら死ぬよ。死にます。ちなみにね、ホースシューベントって馬の蹄鉄、馬の蹄につける鉄のやつね、 U 字型のやつ、馬の蹄鉄の形に似てるからホースシューベントって名前。すごいよねマジで、大自然すごすぎる。ちょっと今先っぽまで来たんだけど、やばくない、すごくない、
そして真下。怖くない？やばいわ、ホースシューベント絶景、マジで絶景すぎる。もうなんかマジですごいの見るとすごいしか言えない。すごい以外の言葉が出てこねえ。マジですごいよここ。はい、ホースシューベントが終わりました。でこれからは2時間も離れてるめちゃくちゃ有名なモニュメントバレーに向かいます。運転は何も面白くないから、すぐに飛ばしましょう。飛ばしましょう。See you there。見て、道路に馬が。前にも前にも。道路に馬が歩いてる。やばくない？アフリカでも見なかったよ、この姿は。どこかから逃げたんじゃない？アメリカって自由な国だな。Hello. We're not a national park. We're a tribal park. This is not a national park. Mm-mm, nope. Okay. So. $30. $30? Yes. Okay. We're gonna think about that. Okay. You can turn around over there. All right. Thanks. Yeah. Go. まさかね、モニュメントバレーお金がかかるね。そう、私たちこの国立公園の年パスを買ったんだけど、おしゃれのカードを買った。$80。全然フォーカスしない。これねここのモニュメントバレーはなんかナショナルパークじゃないって言われて、そうプラスで$30払いなさいって言われたから、はい、入るのやめようかなと思ったんだけど、さっきのおばちゃんがなんかね、あと10分でゲートをクローズして人がいなくなるから、そしたらもう無料で入っていいよっていう感じ、入れることになりました。イエイ。ただそのインフォメーションセンターとか地図とかはもらえない、まあ、アクセスできないけど、まあその景色は無料で見れるから、貧乏人旅はそういうもの。あのおばちゃん優しいよね俺らが困ってたらあと10分待ちなさい、そしたら無料で入れてあげるよって。ちなみに4時半だから別に普通にあと2時間半ぐらい明るいから、そう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 、あのクローズするのが早いなとアメリカ人は怠け者かもしれないでもとりあえずラッキーだからね。はい、モニュメントバレー行きましょう。これがモニュメントバレー、すごくない？なんか大平野にでっかい石がドンドンドン立ってる。宇宙人がそっちになんか作ったみたい。あ、そうっていう話があるの？違う。それでも作り話？だから、まあ、確かに、ね、でもなんかすごくない？なんどうやったらこんな自然ができるの？なんなの？わかります。ということで今ねバレーロードに入ってきたんだけど、すごいよ両サイドの景色が。左も右もバカでかい岩がドーンって立ってて。ということでね、モニュメントバレー楽しみましたよ。すごいよね景色。まあ、毎日のように国立公園アメリカ回ってるけど毎日のように表情が違う。全くなんか違う国にいるみたいな、ね、マジですごいよアメリカ。で、あとねここのモニュメントバレー、さっき僕らが入ったみたいにね4時半以降に来れれば無料で入れるので、冬ね、冬か、俺たちみたいにお金がない人は参考にしてみてください。明日もまた違う景色になるね。明日はね皆さん大好きなグランドキャニオン、どのてな感じで、また次の動画で会いましょう。これが良かったと思った人はいいねボタンお願いします。お願いします。これ何なんだろうね、何の旗か分かんない、ひらめいてるけど後ろで。ということでバイバイ、さよなら。今ねグランドキャニオン着いたんだけど、グランドキャニオンねめちゃめちゃ広いからね、どこに行こうか。450km経ってコロラド川がこの地形を作ったと。